京を焼き尽くすという江戸戦と計画、密かに進めていた。近藤は龍馬の腕を見込んで、計画への加担を要求する。その見返りは吉田東洋を暗殺したあの覆面の男の正体だが、龍馬は決意する。己のその手で覆面の素顔を暴き出すことを。
Maido. お気にね、いかがですか？ Two!
あれ。
こんにちは。何いたします？ 遅いで、はじめちゃん。起きた。何か用か。ちょっといい話があんね。はじめちゃんにだけ。なんやその。ここじゃ。二人。
Come on.
大丈夫か? よう、待っとったで。 俺に話っての。 ところではじめちゃん。 戦国? 戦国は今日で指折りの呉服商や。 はじめちゃんも見たことくれ。それで、その戦国の屋敷に戦国は売られ、金の、それを取り締まるってこと。当たり前やろ。なら、なん、手柄の分け、わしとはじめちゃんだけ。ほんで今晩、あんた、何を企む。なあ。 組む相手は俺でなくても構わ。金目当ての男やないっちゅうこっちゃ。ええか。お前は誰が一緒に組むと思う。 大物連中は。
ってくるね。ただいま。どうも。さあ、ほら、次はあっちに行きましょう。いらっしゃいませ。おお、うまい。ありがとうございます。はじめちゃん。屋敷の中ねえ人数はなも新選組あんたが新選組にいるのは
さ。くぅ、もうたまらんようになってきた。ああ、よっしゃ。まい。Come on!
ったな。お前が戦後、待って、丸腰の相手を切りはしねえ。だが、トンショマ、いらん小芝居はもうええで、戦国はなんや、遅いや。どういう、さて、戦国藩はな、今回の作戦の何だと。そういうこっちゃ。せやから金の葉の連中かき集めて、さんざんおかげでだいぶ楽に切れてやろう。はなっからそういうからくりだったってわけか。さあな、新選組の皆さんはお仲間同士信用せんさかい。身内に粛清され、噂じゃ気に入らん店に火つけるわ、町中で逮捕、えらい無茶する人やったらしい。戦国藩、町の噂。はは、それもせや、起きた藩が。ああ、な、なんや、冗談やて。それより起きた藩、約束の件、バカ。てめえは。そんなもんのために。ちょっとじゃ、わしがはめたんは獅子たちだけ取っちゃうで。あんたもや、斎藤はじめは。何、ああ、起きた。なんでわしはこいつ。ベラベラようしゃべるやつやな。お、起きた。はあ、起きた。ええ加減だ。起きた。聞いたことないか、カモを語る新選組の暗黙の掟や。せやからつい。さーて、
戦国藩の最後の質問、なんで戦国藩は。戦国が俺をおびき出した理由。それはこういうことや。何の真似だ。お前のことは調べがついとるんや。土佐勤王党筆頭坂本龍馬ちゃん。いや、調べも何も入隊試験で一目見た時から全部知っとった。はじめちゃんは覆面の男って今日まで来たんやろ。なんであんたがそれを。わしがその覆面の男やからや。どうや、あの日のこと思い出したかいな。まさかお前が。吉田東洋、あいつを切った感触今でも覚えとるで。起きた。今度はもう邪魔は入らんで。どっちかが死ぬまで存分にやれるっちゅうこっちゃ。さあ、1年前からどんくらい強くなったか見せてくれや、はじめちゃん。いや、リョーマちゃんや。Yeah!
なったの、はじめちゃん。とどめさせや。はじめちゃんの復讐の旅もこれでしまいや。なんで引っ込めるんや。あんたじゃない。おやっさんを殺したのはあんたじゃない。わしが覆面の男とちゃうんいうんか。ああ、奴の剣が純粋な天然理心流だとすればそうじゃねえか。あんたの剣は覆面。そりゃ本物のお前と戦うためや。ほんまの名前隠して生きるいうことはそれまで坂本龍馬としての人生を自分。せやからはじめちゃんは似た者と。何でもあらへん。せやけど、え、ああ。だがあんたが含む。はじめちゃんが近藤さんに会うた時、わし近藤さんに会おうも。それで全部盗み。心配せんで、はじめちゃんの書。いや、あんたも近藤もそれに長倉も覆面の男じゃなかった。残るは土方、井上と。はじめさん。お涼、なんで。これ。手紙。なんだと。はじめちゃん。バカだ。はじめさん。兄弟が死んだ。